確かにバイブス天まで飛ばそう。帰ったら俺なら天下でおなろう。さあいよいよファイナルバトルです。おファイナルバトルは左側 A ブロック勝者立教大学 MC 水月さんです。 MC 水月です。続いて B ブロック勝者法政大学サイドバーンさんです。サイドバーン、お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのファイナルバトルも八文字さんに進行お願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあまずはじゃあビートを確認しましょう。お願いします。えい、なるほど、そこからいくのか。はい、では先攻後攻じゃんけんでお願いします。最初はグーじゃんけん、はい、じゃあ後攻で。はい、後攻で。では先攻が立教 MC 水月、後攻が法政サイドワンです。いきましょう、レディーファイト。東大を倒し、早稲田を倒し、慶応を倒し、明治を倒し、六大学下っ端立教法政、そこがぶつかるなんてさ、そんな面白すぎる六大学、早稲田と慶応をさ、パンフレットにでかく書きすぎた罪だよ。確認してこい、でかく書いてあるから。それそうだな、法政立教、まずは底辺から上がる、背負ってるもん軽かねえぜ。俺はジャッジメンテ気に聞いたぜ、最前線でヘッドにバンキングだ、いつでもエンターのテイナー、スピーカー囲んで今日は何をしようか。俺は坂を登る、上しか見ない、肩落とすことないぜ坂本九。お前が坂を登るだったら俺なら坂を下って、その勢いでまた坂を登る。まあ人生アップエンダウン、いろいろあるよな。まあ何でもいいさ、サイドワン前面、それがここで戦えるなんてそんないいことねえだろ。まあこれ先行、何でもいい、延長になるかどうかも分かんねえけど、ぶつ先行延長でもレッツゲリロ、俺らここじゃなく日本全土、ウェットを延長させるだけだろう。だけどもこのバトル二人でエンジョイしてるだけだな、楽しいな、そりゃ坂降りるしかできねえだろうが。お前は軽自動車、俺は高級車、レンジローバー。終了。はい、ではファイナルバトルの判定も聞いていきたいと思いますが、決まってるんでしょうか。先攻が立教の MC 水月、後攻が法政のサイドバーンです。それでは新平太さん、勝者は。延長。はい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 、では先攻後攻立ち位置はこのままで入れ替わります。先攻がサイドバーン、後攻が MC 水月です。はい、ではビートもう一度確認します。お願いします。OK です、いきましょう。先行サイドマン、高校 MC 水月、レディーファイト。これは喧嘩じゃないぜ、喧嘩で終わろう、じゃなくて天まで飛ばそう。まずはラップ発電所だけで俺らラップゲーム体現しよう。体現中いつでも進展中だけど、防戦一方になってる神殿図、お前のことだ、俺はマッカーサー司令官、まるで GHQ。 確かにバイブス天まで飛ばそう、帰ったら俺なら天下でおなろう。どっちがヤバいか決めよう、立教法政、俺なら一生童貞になっちまってるもんだぜ。まあ大学生決勝下ネタで終わるのもそれはそれでいいよな。まあ俺は陰キャラだからさ、パリピ、まあ宝のババでイチャイチャしてる連中とはちげえさ。天下でおなるはコンプラでしょう、だけど下ネタは俺もロッテ効果だったらいじくっちゃう。 G スポットよりも俺が大好きなのディープスロート、イエーイ。XP だよ、俺は中高男子校伊達にやってきてねえよ。俺はラグビー部、臭い匂い囲まれてたけどかけちゃうぜ、ファブリーズ。男子校とかすごすぎでしょ、俺 X ビデオじゃなくてクロスビデオっていうようなタイプだったんだけど、まあそこは高校とかによっていろいろあるよな。決勝が X ビデオの話ってよ、くだらねえ、ほんと皆さんごめんなさい。でも早稲田大学の皆さん、こんないいイベント開いてくれた頃には本当に感謝じゃなくて感謝してるから。終了。お前ら最高だよ。はい、さあこれに勝敗をつけるのは野暮かもしれない。しかしすごい悩んでる審査員新平太さんに聞いていきたいと思います。はい、もうボードを持つのもちょっと拒否してるところもあるかもしれないけど、聞いていきたいと思います。聞いちゃいますよ。
それでは新平太さん、勝者は法政大学サイドバーン。はい、新平太さんいかがですか。いや、完全に水月の方が面白かったですけど。そうですね、サイドバーンラップ超うまい。あー、なるほどなるほど、動画付きですね。はい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 。もう最後にね、ちょっといいこと言いかけて、感謝じゃなく感謝って終わりで、もうちょっと延長にしようか迷ったんですけど、冷静に考えたらね、お前のせいであんな感じになってるから。そう、よく冷静になってくれました。そうそうそう、おめえ何言ってんだっていう感じです。ありがとうございます。はい、もう完璧な判断だったんじゃないでしょうか。ということで、サイドバーさんに感想を伺いたいと思います。いかがでしたか。はい、ちょっと最後のバトルは何とも言えないというか、姉ちゃん来てるし。普通に。そうだよね、お姉さん来てんだもんね。はい、姉ちゃんの旦那も来てるし。まあでも新平太さんとやれるの嬉しいです。そうだよね、はい、はい、